どうも、出雲交通です。今回は設立50周年を記念して製造された車両、富山地方鉄道14760系を撮影しに富山へやってきました。実車は富山地方鉄道設立50周年にあたる1979年に当社初の冷房車として、1981年までの3年にわたる日本車両製造によって製造されました。翌年の1980年には鉄道友の会よりローレル賞を受賞した経歴があります。現在では新塗装に塗り替えられ活躍していますが、一部車両については旧塗装が残されています。それでは設立50周年を記念し製造された珍しい車両をどうぞご覧ください。